暦の上ではもう春か。風の中に梅の香りが混じって良い気分だぜ。春よメッセよ。なんだいきなり物騒だな。春に嫌な思い出でもあったか。嫌な思い出がありすぎるわ。春といえば花粉症よ。毎年毎年鼻がガビガビになるし寝られないのよ。花粉症と無縁なあんたにはわからないけどね。なんだお前花粉症だったのか。というか私も花粉症だぞ。嘘言わないでよ。毎年涼しい顔してるじゃない。生活習慣を改めたら症状が緩和されたんだよ。仕方ないから花粉症についての解説してやるか。生活習慣で緩和、嘘くさいけど騙されたと思って聞いてあげるわ。背景の動画はスパム動画認識対策です。見づらいですがご了承ください。花粉症とは1型アレルギーに分類される疾患で、植物の花粉が鼻や目など粘膜に接触し、くしゃみや目のかゆみが引き起こされる。これが西洋医学での見解だ。それぐらい私でも知っているわ。ところが東洋医学では全く異なる見解をしているんだ。東洋医学ってあの臭くて怪しげな漢方煎じる人？まあ極端に言えばそうなるな。本格的な説明の前にこの解説で参考にした本を紹介するぜ。私が人生において買ってよかったと思える本の一つだ。集英社クリエイティブコミックスより出版されてる著者、遠野和美先生による、私は漢方美人、という本だ。体調不良の末、漢方医を訪れた作者が専門家から教わった漢方についてをわかりやすく漫画にした本だ。様々な病の西洋医学と東洋医学の見解の違いや体質、治すべき習慣や飲むと良い漢方や食べ物が書かれている。けど漢方って高くて苦くてまずいイメージだから飲みたくないわね。漢方は薬を飲むだけではないぜ。日常の食べ物や生活習慣も重要視される。それと同じ症状でも体質によって飲む漢方薬も大きく異なる。だから今動画では漢方薬ではなく生活習慣について解説するぜ。それなら私でもできそうだわ。まず、漢方において花粉症の多くは、春の風邪、だと言われている。はぁ？あれが風邪？んなわけないでしょ。目はかゆいし鼻水は止まらんし、けど熱ないし。熱がないのも、春の風邪、の特徴だ。漢方医学では、人は季節により6つの気候の変化を受け、それらを6気という、6気が激しく、気、から、邪、に変化し、体の適応能力を超えるほど異常となるのが発病の原因とされる。風邪、はこの、風邪、から来ている。これは漢方医学の影響だ。そして、風邪、は寒暖の差により体調が悪くなる。つまり急激な温度差が人体に影響を及ぼしているんだ。冬の風邪との違いだが、風邪、は感染から入ると言われる。だが寒い時期は感染も閉じているため、風邪も強力なものしか入らない。無理やり入れるぐらい強力だから熱が出る。だが春になり昼暖かくなると感染も緩む。緩んだ感染から弱い、風邪、が入る。弱いので熱は出ずくしゃみや鼻水程度で済む。これが冬と春の風邪の違いだ。そしてこれは寒さだけではなく急な暑さでも症状が出る。急激な気温の変化に体がついていかなくなるんだ。なんかいまいち信じられないわね。お前昔は2、3日で花粉症収まってなかったか。そういえば最初はそれぐらいで終わってたわ。それがまさに急性の春の風邪だ。これがこじれ慢性化すると世間でいう花粉症という症状になるんだ。慢性化したら治らないの？やはりクソまずい漢方薬飲むの？そんなことはない。実は花粉はただのきっかけの一つに過ぎないんだ。花粉症になるかならないかは自分次第だ。どうすればよいの？生活習慣、食生活、花粉。この三つが重なると花粉症の症状が出ると漢方では言われている。まず最初の生活習慣だが夜更かしやストレスを溜めるような生活は花粉症が出やすくなる。規則正しい生活をすればよい。食べ物も偏った食生活や体を冷やすような食べ物ばかり食べると症状が出やすいぞ。お前最近アイスよく食べてるだろ？暖かくなると食べたくなるし、アイスなんか体を冷やす代表みたいなもんだぞ。熱で調理した野菜食べてアイスは自重しろ。そして花粉症は粘膜の腫れ、むくみ。だからむくまないようこの3つを生活習慣に取り入れてみてくれ。冷たいものはなんでダメなの？冷えると血の巡りが悪くなり、水分の巡りも悪くなるんだ。結果的にむくんでしまう。甘いものがダメな理由は、分解されて炭素と水分になる。余分な水分を取ることになり、結果むくみにつながるんだ。だから私もこの時期はパンよりご飯を取るようにしている。日本のパンはミルクや砂糖が入っている場合があり、お菓子に近いんだぜ。外国人からすれば甘すぎるんだぜ。たまに油断してパンを食べると花粉症の症状が少し出るぜ。結構バカにできないぞ。それなら薬局で売っている薬は必要ないのかしら？そんなことはないぞ。
西洋医学の長所として直ちに効果が出ることだ。東洋医学は少し時間がかかるからな。理想はこの二つを取り入れることだな。この時期は年度の変わり目で多忙な人も多いし、簡単に生活習慣を変えられない人もいるからな。この季節に私がやっているのがこの通りだ。これ全部は真似できないわ。全部を真似する必要はない。二つでも三つでもいいからできる範囲を生活に取り入れるんだ。それなら大丈夫かな。あれ、四と六って重複してない？どっちも温かいものを取るんでしょ？六の温める食材は温めた料理、という意味ではないぞ。実は食品には体を冷やすもの、体を温めるもの、どちらでもないものの三つに分類されると漢方では言われているんだ。え、マジでか、マジだぞ。例えば肉では牛と羊肉は温める食品。馬と豚は冷やす食品。鳥はどちらでもない食品だ。もっと細かく言えば肉や内臓の部位によって異なるがここでは省略する。コーヒーと乳製品も体を冷やす代表だ。スーパーのなんとかフラペチーノとか冷え性には最悪すぎる食品だ。これらの食品について知りたい人はググってくれ。たくさん出てくるぞ。それじゃあ冷やす食品は絶対に食べてはダメってことかしら。生きづらいわね。そんなことはない。重要なのは食べ合わせだ。例えば豆腐は冷やす食品だが生姜とネギとかつお節という温める食品と一緒に食べれば大丈夫だ。コーヒーより紅茶を取る。どうしてもコーヒーを飲みたい人はホットで飲む。そして可能な限りブラックで、無理ならミルクと砂糖を控えめに取る。これで良い。ストレスも花粉症の原因の一つだからな。食品を厳しく制限してストレスを溜めたら本末転倒だ。そういえば私最近、菓子パンとアイスと甘いジュースばかり食べて夜更かしして運動していなかったわ。悪いお手本の最高の見本だな。食事はなんとか気をつけるけど、薄着をしないのは難しいわね。最近は暖かくなってきたし分厚いコートなんか着れない日も多くなってきたわ。その場合は3つの首を温めると良いぞ。首、手首、足首は太い血管が通っているからここを露出しないだけで血行が良くなり冷え対策にもなるぞ。あたし首ないんだけど、知らん。ちなみにカエルもひどい花粉症だ。アレルギー検査したら食物アレルギーはないのに杉の数値だけ異常に高かったそうだ。だが私と同じように生活習慣と食べ物を改めたら症状はだいぶ緩和したそうだ。完治とまではいかないが、一番ひどい時の症状がレベル10だとしたら、平均で2、3程度、ひどくても4程度だそうだ。西洋医学の医師から見ればプラシーボ効果の眉唾ものだが試してみる価値はあると思うぜ。大してお金はかからないし、普段の薬飲みながらできるから私でもできそうだわ。ならよかったぜ。だが漢方は体質により差があるから、中には実践しても効果がいまいちな人も一定数いると思う。その場合漢方の専門家に相談するのも良いぜ。なんか面白そうね。花粉症の他に何が書かれているの？いろいろあるが。むくみ、体質別の熱中症対策。シミ、餅の食べ方。食べなくても太る人の原因。お通じを出す方法。頭痛肩こり、突発性難聴の原因と対策とかあるぜ。1巻は Kindle で分冊版も出ている。1は90円と安いし、自分の気になる症状の箇所だけ読みたい人におすすめするぜ。花粉症は1巻の分冊版後にあるぜ。今すぐ購入してみるんだぜ。これは買うしかないわ。漢方と花粉症の話はいかがでしたか？この動画を作ろうと思い立ったのは、動画作成のお手本にしている某投稿者様がひどい花粉症に悩んでいる動画を上げられたのがきっかけです。自分が実践してたまたま効果があったので花粉症に悩む方の手助けになればと思い作成いたしました。ちなみに動画内で紹介した本に書いてある内容のみを解説したので他の漢方医や漢方書籍には全く別の見解や治療法を示している可能性があります。日本の漢方は独学で学ばれる方が多いため知識に差があるそうです。動画内で間違っている箇所や自分はこう学んだある先生は別のことを言っていたなど他に症状緩和の方法がありましたらコメント欄にてお教えください。YouTube を見るといろんな花粉症克服の手段がありますからね。方法はたくさんあっていいと思います。最後に、チャンネル存続のため良ければチャンネル登録と高評価とコメントをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。